1955年東京府立第三高等女学校在学中の1942年 NHK 東京放送劇団に帰省として入団ラジオドラマ君の名はに出演するなど声優の草分けとして活躍1956年フリーにその後も赤ひげ夢などの黒沢明監督作品に出演するなど映画テレビ 舞台などで幅広く活躍。1976年からは劇団文学座に在籍していた。テレビ早々期を舞台とした黒柳徹子原作の映画、トットチャンネルに登場する中野栄子は彼女がモデルである。2006年7月2日午後0時44分、肺高速のため東京都大田区の病院で死去。去年81。1952年、 ラジオドラマ、時計で第7回芸術祭奨励賞受賞。1993年、映画、病院で死ねということで、日本映画批評家衝撃霊賞。父は、大正期の劇作家、水木京太。水木は本名を、七尾義太郎と言い,い、秋田県横手の七尾十兵衛の子。母豊子は、浅利啓太の父、浅利鶴尾の妹。夫は、 俳優の薄井真っさー明。玲子は水着の幼女とする説もある。ありがとうございます。